い、とも、海です。本日も、一恋、続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、この占い師くんをね、攻略していきました。結構主人公ちゃんもね、運命の恋ってなってベタ惚れしてたんですけども、ね、お裁縫男子くんとは違った恋愛感というかね、すごく面白かったですね。じゃあ最後、今日はこのね、王子様アイドルくんを攻略して、そしてね、この3人を攻略すると、隠しエンドが出てくるらしいんですよ。それもやっていきたいなと思ってます。では、やっていきましょう。はい、アイドル王子くん、時間短縮のために右これか。前回この、教科書持ったっけをやったんだよね。私ずっとこれ言ったら占い師と思ってたんですけども、はい、じゃあこれでいこう。これが王子様アイドルくんだったんだね。もうルックスめっちゃ好みよ、あの子。はあ、疲れた。確かこっちの茂みは近道だったはず。よし、行こう。どんなふうに、寝てる。不思議くんだ。お、不思議ちゃん、なんでこんな、お、本当に、あれ、異世界からやってきたとか、そんな設定なのかな。マジでそんな格好してるよ。人が倒れてる。大丈夫ですか。あー、かっこいい。かっこいい、まつげ長い。あ、目開いた。あー、これ、絶対異世界パターンじゃないかな。違うかな。異世界の王子様みたいな。大丈夫ですか？ああ、そうか。奴らの攻撃で船が墜落したのか。ああ、やっぱり絶対そうだ。どこ攻撃船って。船とかこんなとこないわ。ん？君はただの痛い人ではないよね。そういう設定とか。あ、私は、一目惚れ。素敵な名前だ。ああ、あれ、自己紹介した。今言ってた？ちょっと待って、ログ。あ、私、言ってないよね。言ってないのになんで一目惚れって分かったの？素敵な名前だ。なんで私の名前、そうだよね。どういうこと、どういうこと、どういうこと？よくわからん。未来からやってきたとか？そうか、君が私の女神か。絶対未来からやってきたパターン。そうなの？やっと見つけた。何を言ってるのか。でも名前分かってたしね。私の名前は、キューさ、もう、絶対未来人だ。キューとか未来人の名前にいそうじゃん。あまり説明してる時間はないから、簡潔に言おう。私と戦ってほしい。この星を救うために。何の話？戦う？この星を救う？たが多かった、今。ああ、そうだ。何の話？どうして私が、それにさっきもどうして私の名前を。それは、ボレが私の特別だから。もうボレって呼んでる。一目見て分かったよ。君が私と運命を共にする存在だと。私に力を貸してほしい。すみません、突然すぎて理解が。おっと、愛じゃん。かっこいいやつじゃん、それ。中二病心くすぐられるやつじゃん。パチッ。パチッって言って目が開いた。なになに？その目を見たら、異世界連れてかれる的な？連れてかれたの、ボレちゃん。ここは、気づいたら私は真っ白な空間にいた。感謝する。ボレのおかげで、この世界を救うことができた。早っ。ボレちゃん連れてきただけで世界救えたの？すごい。めちゃめちゃ早い。どこからかさっきの人の声がする。あの、ここはどこですか？安心してくれ。もうすぐ元の世界へ帰れる。突然巻き込んですまなかった。これで私の役目も終わりだ。安心して消えることができる。消えちゃうの？やだやだやだ、王子様、イケメン王子様消えないで。消える？ありがとう、私の女神。声がどんどん小さくなっていく。待ってください。消えちゃダメです。私は大声で叫んでいた。どうしてこんな状況になっているのか全くわからないけど。だけどなぜか私は、ついさっき会ったばかりのこの人を失ってはいけない気がした。お願い、消えないで。いや、一瞬で世界救ったボレちゃんだから、よしよしよし。Qの命ぐらい救えるでしょ、絶対に。一瞬で世界救っちゃったからね、ボレちゃん。あれ、元の場所？戻ってこれたんだ。あ、目
か、さっきさ、結構ぐるぐるぐるってなってたよね。綺麗な目になってる。わ、イケメンですこと、本当に。消えてない。消えてない。よかった。信じられない。そんなことがあるのか。マジで女神様じゃん。ボレちゃん。どういうことだ。あの時私は消えるはずだったのに。そういう役目ってことなのかな。役目を終えたら消えちゃうっていう存在だったのかな。まさか、ボレの強い思いが私を生かしたのか。わかりません。全然。ボレ。ちゃんと教えてください。あなたのこと。そうだよ、何なの本当に。王子様ではないよね絶対。ああ、わかった。これが女神の力か。ははわあ、すごい。めちゃくちゃすごいじゃん、ボレちゃん。本当に神の力使ったって。あんなね、異世界に連れて行かれて一瞬で世界救えるなんて。あれが地球、地球を見てる。どういうこと？美しいな。はい。あの不思議な出会いの後、教えてもらったことは、Qさんは地球の人ではないということだったでしょうね。うん、でしょうね。それもう分かってた。地球を救うために戦っていたら、敵の襲撃に遭い、あそこへ墜落したらしい。地球を救うために戦ってくれてたの？ありがとう。どうやら地球ではありえないような不思議な力も使えるみたいで、その力で私は今宇宙から地球を見ていた。人生で絶対に一回も使わないセリフだよこれ。ね、宇宙から地球、いや一回もね、宇宙旅行に行けばもしかしたら使えるかもしれないけど、いや私は無理だな。おお、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。しかも宇宙でそんなね、宇宙服とかも着らずに見てるの？すご、めちゃくちゃファンタジーだ、ロマンティックだな。地球は助かったんですよね。ああ、ボレの力があったから、こうしてまたこの美しい星を見ることができた。めっちゃ綺麗。ああ、いいねー。いい、見つめ合ってる。あの、どうした？Qさんは、Qさんが住んでいた星に戻るのでしょうか？どうするの？ボレ。もうお別れなのかな。一緒に地球に来るか、一緒にボレちゃんがそっちの世界に行くかだよね。二択だよね。二度と会えないのかな。そんなの、いや。いや、戻らない。お、じゃあ地球に来るってこと？もしボレが許してくれるなら、これからも私にその笑顔を守らせてほしい。ボレの隣で。いいんですか？あ。ってことは地球に戻ってくるってことだもんね。嬉しいです。Qさん。めっちゃ可愛い、ボレちゃん。ほうあからめて。もう消えたりしないでくださいね。これからも一緒にいたいから。ボレ。ああ、この命が尽きるまでずっと隣にいる。まあ、この Qエンドもさ、ボレちゃんすんごい惚れてるね。ベタボレしてる。私のすべてをかけて誓おう。わー、いいイラスト、めっちゃ可愛い。もう恋してる顔してるもん。運命の恋というのは一瞬で始まるものらしい。それは星を越えて私の元に降ってきた。わー、ロマンチックだわ。めちゃくちゃファンタジーでロマンチックだった。いや、こういうの好きだよ私。可愛い。地球がある。宇宙でこんなことしてるのかな。あ、バッチ、はい、バッチ、ありがとうございます、いつものごとく。はい、じゃあ終わりましたね。Q3 エンド、まさかのね、あんなファンタジーだと思わんかった。ちょっと中二病チックな子なのかなとか思ってたけどね、もう異世界の人だとは。じゃあ隠しエンド見たいんですけど、ここね、3個まだ残ってるからね。選択肢が増えてる。また最初からスタートをしてここまでやってきたんですけど、もう飛ぶしかない。頭ぶっ飛んじゃった。一目惚れちゃんの頭がぶっ飛んじゃった。じゃあ行くか、飛んでみよう。これさ、私の予想なんですけど、タイトル画面にさ、この辺にちょっと鳥がいたよね。あれじゃないかな。もう飛んでいけたらいいのに、飛ぶって言ってるしさ。羽生えろ。その時、
やっぱりそうだ、絶対そうだよね。あのタイトル画面にいるで人物だったらもうあの鳩ぐらいしかいなかったもん。ん、羽音と鳩と、え、私の目の前には白い鳩がいた。え、かわいい。この後なんか変な首飾りと王冠、あ、これがさ、もしかしたらさ、あれ王子様だったりする、あのさ、なんだろう、呪いをかけられてこの姿にさせられてるみたいな。で、呪いをね、運命の人と恋をすれば解けるみたいな。私の目の前を動かない。ん？なんか、どんどん近づいてきてない？じっとこっちを見てるけど、どうしたら？怖い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 。めっちゃ近いって。って、あれ？この後、どんどん近づいてきてない？わあ近ー、こんなに間近で鳩見ることないって。な、何、まだまだ近づく。チューされた。あ、チュー、運命の人とチューをすることで呪いが解けるんだ。い、今唇にくちばしが、大丈夫、衛生上。キャ、眩しい。鳥とチューとかちょっと怖いけどね、野生の鳥と。いや、絶対これイケメンの姿、イケメン、めっちゃイケメン。え、思ったよりイケメンすぎて。え、ちょっと、めちゃタイプです。え、かっこいい。え、かっこいいんだけど。誰？あ、何その表情。え、めっちゃ好き。ああ、ありがとうございます。プリンセスの真実のキスのおかげで、ようやく私の魔法が解けました。どういうこと？さっきの後はやっぱりそういう展開ですね。運命の。誓いのキスみたいなんで元に戻る。実は真実のキスで人の姿に戻る魔法をうっかり私自身にかけてしまう、ポンコツ。どうしてポンコツ、王子様じゃなくてポンコツ魔法使いだった。この魔法を解けるプリンセスの存在をずっと探していたのです。ああ、あなたが私のプリンセスだったのですね。なんと美しいプリンセス、やっとお会いできました。これもファンタジーですね。あのさっきの Q と一緒で。待ってください。急に何が何だか。それにあれはキスというよりぶつかってきたって感じでしたけど。チュッとは言ったよ。チューしてたよ。いいえ、あれはまさしく運命のキッス。私の魔法を解くことができたあなた、まさに運命のプリンセス。まあね、それで姿戻ってるしね、本当に。早く我が国に戻り、婚礼のパレードを開かなければ。どこ我が国で。今、なんて？なに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 ごー。よくわからん言葉出てきた。なに？どこご？え、なに？なにこれ？大丈夫。怖くない。怖くないです。私一体、どうなっちゃうの？わー、めちゃくちゃいい。ファンタジー恋愛ラブストーリー。いいわ。こういう展開、よくあるあるだけど、おー、かっこいいな、マジで。すごい、キャーって、歓声上がってるけど。ね、マジでかっこいい。ルックスすごいタイプ。数ヶ月後、王子、おめでとう。二人とも、え、てか、王子って言われてた。あ、王子だ、やっぱり。あ、王子なんだ。魔法自分にかけちゃう、ポンコツ王子。二人とも、お幸せに。プリンセス、素敵です。もう固まっちゃってるで。プリンセス、そんなに緊張しなくても大丈夫ですよ。王子がいた。まさかのあの鳩が王子だったなんて。そう言われても。この国にはあなたに見せたい素晴らしいものがたくさんあります。国のみんなも心優しく誠実でいつも輝いています。私にとってこの国はどんな魔法よりも素晴らしい。きっとプリンセスも気に入ってくれると思いますよ。うわ、笑顔素敵だな。めちゃくちゃいい笑顔。ルスイアオムゲメテオ王国、難しい。今私はこの国で婚礼のパレードをしている。大丈夫？本当に好きになってる？ちゃんと。隣で笑う彼、ハートさんはなんとこの国の王子様だった。私は彼の魔法でこの国にやってきて、トントン拍子で今日この日まで来てしまった。大丈夫？ボレちゃんの意思は聞いてない？大丈夫かな？ボレちゃんは認めてる？ちゃんと。
ああ、ダメ。やっぱり緊張する。かわいい。ハート王子。プリンセス、何？何その指？うわ、腕意外とごっついんだけど。え、たくましい。おー！なんかかわいいことしてきた。わあ！かわいい。今のって、魔法だね。少し緊張はほぐれましたか？ハートさん、だって一目惚れちゃん家族ともう会えないでしょこれ。大丈夫かな？本当に信じられないことばかり。いきなり出会った人は王子様で魔法が使えて、私はこの間までただの高校生だった。本当だよ。ね、もう飛ぶしかないとかやばいことを思ってただけで、こんな世界に来ちゃった。今は婚礼のパレードをしてて。だけど、ありがとうございます。あ、でもちゃんと受け入れてるっぽいね。あ、だったらいいわ。私、この国が好きです。ハートさんがいて、ハートさんが大切にしているこの国が。かわいい。めっちゃかわいい。笑顔。あ、なんて嬉しい言葉でしょう。本当は不安だったのです。あなたのことを強引に連れてきてしまったから。それでもどうしても私はあなたと離れたくなかった。まあ本当に強引だったよね。ハートさん、いきなり知らない国に連れてこられて何が起こったのかわからなかったけど、ハートさんの隣は不思議なくらい居心地が良かった。それはまるで彼の隣にいることが運命だと決まっていたみたいに。ハートさんと出会ってから私毎日が夢みたいに楽しいです。お、これからもハートさんの隣にいたいです。おー、これはいいっすね。ちゃんとボレちゃんもハートさんのこと好きになっていて。運命の出会いだわ、マジ。あー、いい笑顔。めっちゃいい。あー、美しい運命のプリンセス。あなたはいつだって私を幸せにしてくれますね。どうかこれからも隣にいてください。ボレ、私の未来はあなたと共に。運命の恋というのは一瞬で始まるものらしい。その先には魔法のようなキラキラした未来が待っている。いやー、かっこよかった、ハートさん。え、これマジでみんなかっこいい。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。え、このボレちゃんめちゃくちゃかわいいんだけど。はい、ということで1声終わりました。4人のイケメンを攻略していきましたね。まさかこのハトがあんな超絶イケメンになるとは思わんかったけど、今日はね、このキューとこのハートさんを攻略して、わー、待って、こう見るとさ、もちろんみんなかっこいいんだけど、私このハートさんが一番好きかもしれない。え、めちゃくちゃなんか顔が好みなんだよね。このザ王子みたいな綺麗な顔立ちというかさ、いやーね、もうこのさ、なんだろう、この表情、これめっちゃ好きなんだよな。ちょっとまさか最後の最後で推し変してしまった。最初はこの裁縫男子くんから入りで、占い師くんもね、もうその、前回やった時はね、もう推しになりなるぐらい全然かっこよかったし、でキューもめっちゃかっこよかったね。王子様だし、見た目がめちゃくちゃね、これザ王子だったのに、王子ではなくてまさかの鳩が王子だったという、いやー、ちょっと素敵なね、ファンタジー、ドタバタファンタジーをラブコメを見れましたね。皆さんはどの男の子がタイプだったでしょうか。これね、もうほんとみんなそれぞれ違った個性があるからね、めっちゃ好みとか出そうですよね。いや、イラストもストーリーも神ゲーでした。